ジョン・シングルトン・コプリーは、ボストン生まれの画家である。独立前のアメリカ出身の画家として、初めて国際的な評価を受けた画家の一人である。ボストンに生まれた。1750年頃、母親が、版画家と再婚し、義理の父親から絵を学んだ。ゴドフリー・ネラーや、ジョシュア・アレノルズらの画集を模写して、技術を磨いた。1766年に、ロンドンの展覧会に、 少年トリスを出品して、ジョシュア・レノルズらから賞賛された。1774年にアメリカ独立戦争が近づいて、混乱が始まる中、イギリスに渡り、しばらく後に家族も呼んで、ロンドンに住んだ。ロンドンでは、アメリカ出身で、すでに画家としての地位を築いていた、ベンジャミン・ウエストと親しくなった。ウエストの影響で、肖像画から、 歴史画に分類されるような自然と戦う人間を題材にしたワトソンとサメなども描くようになった。1799年にロイヤルアカデミー・オブ・アーツの会員となり、晩年は健康が衰えたが画作を続け、ロンドンで没した。ありがとうございます。